はい、こんにちは。ディエゴ、さっきね、ちょっとあの、ショータイムの、あの、フリアン・キニョネスが気持ち悪すぎて、そればっかりになっちゃったんですけど、今回は、まあ、ちゃんとトーレスとディエゴ・ジョタ、見ていきたいと思います。あと、アルテム・ドフィビク、ドフビク、うん。ヘスス・アングルはどうだったんでしょうね。ちょっとわかりませんけど。さっきよくわかんない。もう、ハーフコート超えたら、絶対インパクト打つ人に負けたんだよね。やっぱ下手だよね。やっぱ上手くはないよね、俺よりね。なんかね、それで負けちゃったのよ。うん、まあいいや。で、あの、ヌニョネスだっけ、ショータイムのあの黒人のラインブレーカー。なんかデコイランみたいな抜け方するんで、ちょっと面白いですよ。この人は、ちょっと今後もちょっと継続して使おうかなっていうぐらい、なんか新しさがあります。まあ、ただね、新しさがあるんだけど、それが強いかどうかわかんないんで、まあ、継続して使っていってみたいな。ただ、こんなラインブレーカーは初めてなんで、ちょっと面白いぞと。で、習慣に関しては、まあ、ジョタが、今日この動画ね、ジョタが、なんだっけ、まあ、マークスマンじゃなくて、ターゲットマンじゃなくて、なんだっけ、カントナとかと一緒のやつ。で、能力的にはカントナより劣るんですけど、タイプはちょっと似てます、能力のタイプ。で、背がちっちゃいんで、まあ、コネコネもしやすいかなって。能力は劣りますけどね。で、フェラントーレスは逆に、ウィンガーとしてはいい能力してるんだけど、背が高い。そこがどうなのかって。ちょっと気になるところですね。あと、ショータイムのサイドバックは、まあまあやれそうですけど、ちょっとね、まだ1試合しか使ってなくて、左サイドで使ってんだけど、左サイドのディフェンダーに対して、こう結構ね、背中向けてゴリゴリしてくるようなプレーとかがないんですよ。あれをやられた時にこうやってさ、これディフェンダーね。ここでトラップして、こう行ったり、こう行ったりみたいな。これやられるときに、ちっちゃい選手だと、足がね、出せないんですよ。足出して引っ掛けるってことができないんで、マジでちゃんと反応しなきゃいけないみたいな。それが結構めんどくさいんですよね。で、ベルゴミも使われなくなりましたと。この人なちょっとまあ、だから、様子見ですよね。スピシュンあるからなんとかできるのかな。センターバックはないんじゃないかなっていう気はするけど、どうだろう。いや、強いのかもしんないな。まあ、だとしても、ブロッカーはつけたいね。で、まあ、今回はディエゴ・ジョタとトーレスね。うん、リンクフォワードですね。で、トーレスはインサイドレシーバー。ちょっとでもね、インサイドレシーバーがちょっと嫌だなっていうのは、ちょっと思いましたね。あとはこの、アルテム・ドフービック。この人はね、まあ、ベタな、でっかいラインブレーカーの能力してます。スパサブとかがあれば、あ、エアバトル、チェイシング、ワンパワンシュー、スルーパスない。まあ、クロスゲーとかにも対応できるって感じですかね。で、この人がもう変です。この人気持ち悪いです。何なんだろうね。なんか気持ち悪かったですね。点の取り方が。こう、だから、ゴールがこうあるとしたら、まあ、普通こう、まずこう抜けるじゃん。で、ここに出すでしょ。で、シュートみたいな。この人ね、斜めに抜けるんですよ。で、ここに出すと、こう出すと、グッて入ってきて、取れたりとか、なんか変なんですよね。とにかく変みたいな。あれでもなんか頭脳プレイではあるんだけど、まあどうなんでしょう。はい、ディエゴ・ジョタね。ああ、そんなやり方せんでもね、今日初めて試合なんだから。そんなハーランドですか。リンクっていうか、あれか。インサイドレシーバーってどうなんでしょうね。逆サイドいたら来てくれるみたいな。足は速いですね。うん。まあまあまあ。ピンクロあんのかなあの感じ。今の感じはちょっと待ってくださいね。適性あるよね。右上あるよね。うん。で、ピンクロあると。スルーパーあると。ワンパはないけど、ワンシューあると。結構強そうなんですよね。中入ってきても蹴ってるか88あるし。で、前向いてトラップギア、前向いてトップスピードで深い位置まで縦に突破できるんで、なんかこう、カットインは難しいけど、いける感じではあるんですよね。僕が好きなタイプなんですよ。右サイドに右利き、左サイドに左利き、これ結構好きなタイプなんでね、いいと思うんですけどね。ヘススアングロ、あとはジョタか。まあでも、カントナにはね、おぉ、派手やな。カントナには勝てないと思うんだよな。どう考えても。カントナやっぱ能力異次元だし、多分ね、ボールコントロールとかその辺に、ちょっとボールの持ち方に固有が入っちゃってるんで、その辺を見ると、
能力では超えられない何かがありそうなんで、まあ、カントナにはならないな。ただジョタの方がちっちゃいんで、そこを活かせれば、まあ、カントナにはない魅力っていうのを発揮できますよねと。サイドバックのこの人が一番いいのかもね。サイドバックの人がまあ多分誰が使ってもなんかちょっと強そうに見えるみたいな。ただやっぱブロッカーないとね、多分足出さないと思うんだよね。ブロッカー持ってるとね、あのマッチアップの時のプレッシャーのかけ方が結構違うんで、幅広くね、ここからここまでバスカットしますよみたいなのあるじゃん。あれがねちょっと広がって、あ、引っ掛けられそうみたいな感じになるんで、多分ブロッカーは必須かな。お、状態いいじゃん。ジョタ良かったけどワンタッチシュートしてくれなかったね。あとジョタはアグレッシブネス的なのあんの？カントナはあるよ。あ、いい。ここやっぱね、立ち上がって、立ち上がってすぐねプレス行ってくれるっていう、これカントナのいいとこよ。いいね。だフェラントレスはやっぱ縦ドリブルだね。コネコネ系ではないと。でジョタはやっぱ今みたいな背低いんで足短いでしょ。あれカントナだったら先に触れますからね、バツボタン押したら。これ通らんか、さすがに。うん、あとアップデートで試合の使用感とかそういうのは変わってなさそうだね。まあでもサッカーゲームってね、回線の重さでさ結構使用感っていうかゲームのなんか操作感変わるからマジで分かんないよね、メンテ直後って。ああ、いいですね。うん、まあまあね。あ、ジョタもまあまあやれるね、これは。うん、ただそんなになんか理不尽感はない。ジョタはちゃんと上手に使えばちゃんと活躍するっていうね。だショータイムとかエピックとかにある理不尽感とかはやっぱりないですね。で多分ね、先週のライブ、ラインブレーカーの誰だっけ、ビニシウスとかはちょっと理不尽でした。あの感じはあるのかなっていう気もするけど、ちょっとね、ジョタはまあ普通に、あ、ちょっとギブアップかな、普通に上手に使えばっていう感じがします。特別なものはジョタウイングとかできるんだっけ。そうだね、なんかウイングで無印でにしてはでもスピードちょっと低いのか、まあ、ちょっと試してみましょう。でまあキニョネス、あ、このでかいやつキニョネス使いたい。キニョネスあいつなんかキモかったんだよな。キニョネスすごい使いたいですね今。まあ、ジョタも真ん中いいですけど、真ん中がリンクフォワードは、まあ、ね、結構技術がいるんですよね。ラインブレーカーでグイグイ行く、まあ、褒めの形とかもそうだしね、ちょっとねこういう抜けてくれないんで、こういう風に抜けてくれないんでね、結構ちゃんとワンツーで崩したりとかしなきゃいけない。こういうところでさ、こう出してこうでこうみたいなね、こういうのができると結構リンクフォワードを真ん中で使うのもありなんだけど、っていうかフェラントーレスあんまシュート決めんなこいつあれ決定力88だよねキック力がしょぼいの。ここはちょっとあとはリバ、僕はねリバウドをもう一丁育成し直したいんですよね。ちょっとね足速くしたんだけど、もうちょっとドリブルに振りたい。そうすればねこの人の個性が見えてくるんじゃないかと。サイドバックの人は活躍してんのかな。あの人能力がね良さげだったけど、コスタクルタみんな大好き、コスタクルタみたいな能力してたよね。うん、いいじゃん。あ、なんか今の体勢での打ち方ね、なんかシュートのレンジっていうかさ、角度の広さがちょっと垣間見えたね。ちょっと無理な体勢ってキーパーに、キーパーじゃないゴールに対してちょっと背中を向けるような角度とかでもバティストゥータみたいに腰の強さでぐんぐんいけるみたいな。出てたんだこの人フィジカルでね、まあ、今のもディフェンスいなかったら入ってたね、まあ、そこそこやりますけど、やっぱこうね、あんまり特徴がないというか、まあ、不器用なタイプででかさだけが取り柄なんでね、まあ、結構どっちかといえば
クロスゲーとかの方がいいのか。割としっかり重いですね、やっぱね、スピッシュもないんで。うん、そうね、無理やりこれでゴリゴリって言ってくれたらまだ理不尽感があっていいんだけど。そうね、まあ、フェラントーレス、ジョタとかの方が分かりやすくいいかなと。あ、まあまあやな、なんかまあまあやな、今のターン、今のターンだけ早かったね。一歩二歩でターンしたんだけど、二歩目がなんかカクって早かったな。たまたまなのかなのか。まあでもそういう能力は多分なさそうなんでね。こういうヘディングとかもね、生かしていきたい。ドリブルとかスピシュンがない分、ヘディングとかはちょっと生かしていきたい。パクチソン、そうだね、フェラントーレス、あ、真ん中できるんだ。あれ、この人真ん中じゃない？普通に考えて、俺何も考えてなかったけど、この人真ん中じゃない？もしかしてフェラントーレス無印で真ん中が一番強いんじゃないの？ジョタは普通に良かったよ。マンチェスターユナイテッドが使いたくなっちゃうね、この人ね。ミッチャー、まあ、とりあえず一回ジョタ出しとくか。あ、パス下手なんだ、ジョタ。ちょっとパス上手い人ムシアラでいっか。いいですね、フェラントーレス真ん中がちょっとやばそうだね。うん、ウィングとしてはちょっと足りない部分もあるなとか思ってたけどさ、あれ真ん中であれできるんだったら結構いいよね。あれ、でもラインブレーカーじゃないから、まあ、だからどの程度抜けるかとか。でドリブル高いんであんま抜けないと思うんですよね。まあスピシュンも高いけど、だからちょっとそれこそリンクフォワードに近いジョタの上位互換みたいになるんじゃないかな。もしかしてね、わかんないよ、まあ、サイズもあるしね。やっぱセンターフォワードってちょっと何かとサイズがあった方がね、体の幅とか使ったりフィジカル使ってキープができるんで。あれギブですか、これ放置ですか、なんでしょうねこれね。後半キックオフです。放置ですか、もうギブしたらいいよね。ないですね、裏を狙う。さあフェラントーレス、あ、動いた、動いたね。オッケーオッケー。さあ繋がるか、これは合いません。さあ偉いのが通っちゃったな。抜けてくるフジョル、これはいいディフェンス。まあでもデカさがあるとはいえ、ちょっとロングボールガンガン蹴ってもいいぐらいの、それほどの高さはないんで。184だからムバッペの、ムバッペと同じぐらいだっけ。ムバッペよりちょいでかいか。ここ、あ、抜けるな。あ、これ真ん中いいかもね、この人ね。真ん中だったらあの人とかに似てるな、あの誰だっけ、あのスパサブのさ、両足使えて、名前何だったっけな、口に髪の毛が入っちゃって、誰だっけ、あの週刊とかで来てた人、思い出せないな。ラインブレーカーかな、あの人も。ちょっとラインブレーカーではないんだけど、悪くはなさそうだな。真ん中の方がいいかもね。もう中入ってきて、うん、いや真ん中もないな。結構ドリブルがでかいし、あそこ今抜け切ってくれたらいいんだけど、抜け切らないからちょっとねキープできなきゃいけないね。うん、まあ俺の使い方にはちょっと合ってないかな。なんかあるのかな、なんか使い方があるのかな。まあ、ここでもね、スピードで抜けきれるほどのあれはないと。どうでしょうね。まあない。オフェ線がそんな高くないんだっけ ?85、6 ぐらい。やっぱちょっとね、ドリブルがでかい。88か。足裏コントロールあるんだ。もうちょっとスタミナかな、もうちょっと使いようかな。若干狭いスペースで体勢を整えるとかがちょっと厳しい感じはします。うん、ちょっと厳しそう。でもこういう、
遅かったね。背負ってから入れ替わるみたいなのは多分できるはず、体がでかい分。だから真ん中で、そうね、真ん中でもっとしようね。真ん中でボール持って、サイドでボール持つとさ、サイドでボール持って真ん中からサイドに行ってるから外向いてるじゃん。でトラップした後にもう一回中向き返すっていうのが、まあ、状況によっては結構難しいかなっていう。ディフェンスの距離感とかね、この人のドリブルでは中向いて相手が勝手に右から左からって動いたその逆をつくみたいなドリブルだったら多分ね、割といける。体も幅もあるし、ドリブルの幅があるのがね、やっぱ一番いいね。チェックを受けながらのドリブル、ここは笛が鳴ります。にしてもでもこうやってその これやらしたらいいよっていうシーンが作り出せてないのが、レフリーの注意が入ります。ちょっとやっぱなんかこう合わないのかな、なんかやってくれないねそれやったらいけるのにっていうのは分かってんだけど、やってくれない。やってほしいね。直接これは枠を超えます。いやー、悪くはなさそうだけど、フェラントーレス、まあ、フェラントーレスで裏抜けさせようと思ったら、フェラントーレスよりドリブルが上手い人を周りに置けば抜けてくれるんで、そう、ちょっとリズムはね面白いんだけど、一歩一歩がでかいんでね、結構スペースがないと厳しそうだなっていう感じがしますね。あとなんかね、ダッシュをしてからワンタッチ目全然動かないっていうか、一回硬直するような気がするんだよな。普通だったらさ、一歩目は遅いけど動くじゃん。なんか動いた後に若干硬直してるような、グーン、グッ、グッみたいな。普通だったらグーン、グッ、グッみたいな、グーン。キーパー出てきた、グッ、グッ。まああれだね、ソン・フンミンだね、この人ね。今思ったけど、ソン・フンミンかな、両足使えるんだっけ。ソン・フンミンは最高最高とか高い高いとかだよね。ソン・フンミン臭いね。ギブアップきた、高い最高か。ソン・フンミンだね、この人ね。インサイドレシーバー、ソン・フンミンと同じぐらい身長だよな多分ね。ワンタッチシュートスルーパスがあると。ソン・フンミンか。あ、でもソン・フンミンと違うのは OMF ができる。 OMF もスタミナないから動かないかも。来ましたよ、ムニキョスだっけ。確かにこのドリブルの感じで OMF だと、まあ、ちょっとゆとりあるじゃん。プレッシャーが、まあ、あのセンターフォワードとかよりは低いはずだから、ちょっといけるかもね。放置されてるのかなこれ。放置されてんのかな。ギブアップするようにはギブアップできるよね、これできるよね、ギブアップ。まだまだやる気ですか。マンチェスターユナイテッドは選手を変えるようです。そうね、 OMF だとちょっといいかも。まあでもそうなるとワンパ欲しくなるね。これはいいコート、シュート、この人のパーソナルは大したパフォじゃなかったですね。なんかね、ヒゲダンスみたいなした後になんかジャンプしながら手をぐるるみたいな、大したパフォではなかった。ヘススアングロ、そうね、まあ、ちっちゃいからやっぱドリブルは数値低くてもある程度はできそうですね。まあ、だからサイドバックだし、あんなにディフェンス能力上げずに、いやこの采配はちょっとドリブル上げちゃって、守備かなり重視で攻撃もちょっとできますよみたいな感じの方がいいのかもね。フリアン・キニョネスは結構ありかもしれない俺。でも俺ね、フォルランをずっと練習してたんだ今日メンテ中に。そこよな、使えないかな。ソン・フンミンやなこいつ。ブリッツカーブがないソン・フンミンだ。ウージョルからトーレス、うまいスライディング。怒ってますよねこの人。怒ってますかこれ。なんででしょうね。
ギブアップしたらいいのにね、まあ、ゲームだからね、楽しくないならもうすぐギブしたらいいのにね、納得いかないみたいなね、たまにある、まあ、あるでしょ、そのなんでこんな失点ばっかしなきゃいけないんだみたいなさ、変な失点ばっかする試合とかね、なんかこう重くて動かせないとかさ、エフェクトだとかさあるじゃん、やっぱやめちゃえばいいのにね、俺やめちゃうけどね、なんだこの試合って思ったら、そうね、まあ、使えそうなのはでもジョタの、そう考えるといい動き、ジョタの方がちょっと使えそうなんだよな。マンチェスターユナイテッドカウンターを仕掛けます、裏へのスルーパス、この人ちょっとドリブルもちょっと独特なんだよね、下手だからこそ全然加速していかないみたいな。まあでもペナ内だったらまだいけるね、多分独走状態とかで 走らされたら多分結構減速するから、ペナ内で本当一瞬ので勝負する感じかな。そうね、いや俺的にはちょっとフェラントーレスは、そうね、俺ソン・フンミンあんま好きじゃないからな、もうソン・フンミンより瞬発は高いかな、97いかないよね確か、まあ、行ったとしてもここまで他の能力を上げられないか。いやフェラントーレスちょっとね、まあ使うとしたらやっぱウイングかな、でもそうなってくるとメッシに勝てないよねっていうのがある、うん、君メッシに勝てないよね、難しいですね、まあちょっと数試合使ってみていきたいと思います。ジョタは普通に使えますねこれ、うん、でフリアン・キニョネスはいいですね、でドフビクは微妙です、まあよくいるタイプみたいな、フェラントーレスがメッシを超えられるか、決定力一緒ぐらいか、でパ グラウンドパスは低いけどフライパスは一緒ぐらい、スピードは負けてて瞬発が勝ってると、でキック力はない、でボディコンはちょい負け、フィジコンはちょっと高いと、でスタミナがないね、スパサブあったらみたいな、まあ、フェラントーレスも結局やっぱ、まあ、メッシに、うん、スタメン取られそうですね、うん、キニョネスが大当たりです、まさかの以上です。